おはようございます。9時40分ですね。今1時間足を見ております。今起きてる状況を説明します。えっ、ー、とね、この赤いやつありますね。赤いやつ、陽線。これはね、階のポジションをドーンと入れてるから、こういう風に陽線が出てるのは、まあ言うまでもないんですね。まあそこでですよ、含み益を当然持ってるわけじゃないですか。この陽線組は。その陽線組が、 利確をして、ちょっとこう落ち着いて下がってるところですよね。で、包み足が出てないってことはどういうことかっていうと、包み足が出るってことは、こっから下落が始まりますよっていうサイン。えー、ソク足が2つ組み合わさって、包み足ってことは、これから売りが先行しますよ。要するにね、えー、と、買いのポジション以上に売りが入ったってことなんですよね。これはわかりますかね。で、そこまでの勢いがないってことなんですよ。 で買いのポジションは一部決済されたんだけどもそんなにド派手に決済されてないつまりはもうちょっとこう買いが入ることをね多くの方が目論んで今この位置にいるわけなんですねでもやっぱり新規の買いっていのは当然入れてる人いますよこの要線が続いてるのを見てこれからも上昇するのかなと思ってね中級者まあ以下の方表現として以下っていう言い方しますけども中級者 以下の方が、ここで新たなる新規ポジションを入れてる可能性があります。そうすると何が起きるかっていうと、その新規ポジション、小刻みに入れてるのに合わせて、えー、大口のいポジションを立てた方が少しずつ利確をしてる。まあ、反ね利確とかもありますけども、そうなるとこの緩やかな下がり口が見えるわけですよね。で、これをね、15分足でちょっと解説していきましょう。これ15分足なんですけども、 この辺りでポジションを取った方が、まあ上級者。もっと強い人はここで取ってますね。で、上級者の方の、まあ金額がここで入ってるわけですけども、それが金額が大きいもんですから、一気にこれを押し上げてるわけなんですよ。で、それを気づいて、中級者以下の方が、この辺でポジションを取ってですね、今、含め益を取ってるところだと思いますけども、そういった方が理確してますね、ここで。 理するるとそれ分だけ下がるじゃないですかでも新しくこの何ですかね陽線が続いてるのを見てなるほどそういうことならってことで追随して貝を入れてる人がこうやって出るわけですよだから小口の貝と小口の理学が拮抗してこの上下の波を作ってるっていうのが今の状態ですでたまにこういったヒゲが出ますけどもねこのヒゲってのはああ なんか、小口の人がね、たまたま、うん、同じタイミングで買いに入って、で、小口の売りをかけたい人が、たまたま同時に入ったっていうのが、たまに起きるんですよ。だから、たまたまなんで、本当たまにです。ローソク橋、このレンジの間の、十数本とか二十数本のうち、一本か二本ぐらいしかこういうのできませんので、これはまあ、たまたまだなと思って、考えていけばいいですね。それから、これもたまたま起きる、大きな陰線です。全体的には、あれでしょ 小口の多数の人が新規で買いを入れて、小口の多数の人が新規で売りを入れてっていうところに一部の人が巻き込まれて、えー、ロスカットを次々食らってるっていうのがここで見て取れるわけですよ。え、こういうふうに説明できますかね、これが。これが説明できるようになるともうほとんど負けがなくなるんですけどもね。で、これから何が起こるかっていうと、やっぱりね、 これあんまり下までは下がらないって、こっから私のこれからの読みですけども、こっからの読みっていうのは、こんなにね、たくさんは下がらないんですよ。これからは。うん。っていうのが、これが大きく下がるとしたら、ここら辺の上級者の方が、もっと言ったらこの辺の上級者の方がね、決済しなければ起きないんですけども、だってこの辺の人ってもっともっと値上がると思ってポジションを持ったままですから、だからちょっと下がったくらいでね、決済するようなそんな球じゃないわけですよ。っていうか、あの、 1>, 1エントリーあたりのドットが大きいですから、それに支えられて、小口がいくらね、決済したところで、そこまで下がんないんですよ。そういうふうに見るんですよ。そればかりか、小口の人が、もう決済とかロスカットをね、うーんしてしまって整理されたら、こっから改めて、追加のポジションをこの辺の人が入れる可能性があります。だから新しい波が起きて、ズドンとネジがね、かけるわけなんですよね。もう一回1時間の方戻りますよ。今解説したとこまで実現すると、 これっていうのはこういうふうに起きるのと一緒。ね、でそれがフラクタルで逆に起きてるわけなんですよ。こういうふうにどんどん大きくなるわけでしょ。だんだん大きくなるでしょこれが。ボラティティが。このこういった形がどんどん大きくなって育っていってここで大きくなるわけですよ。で、えっと、ちょっと前に4時間でお話ししました。 フラクタルが、もも、う描きませんけども三角形が徐々に小さくなって下まで行ってブレイクして今度はこの N 字がどんどん大きくなりながら上に育っているっていうところを見ませんかね順当に今日はそういうふうになります今のところフラクタルが小さくなってブレイクしてで上に跳ねていく徐々に大きくなるっていうところが見えてきましたんで本当にそれが全部実現するとなると大きな陽線をついてですね131円を一気に突き抜ける、うん、そんな 今週が見えるわけなんですけどもね。はい。じゃあ今日の解説以上です。FX オリガルヒではこういった説明や解説を細かく入れていきます。まあですんで、当たった時はなぜ当たったか、外れた時はなぜ外れたか、根拠がかかります。根拠が当たりますし、それからいつもどう考えていけば、いわゆる、ポジションを 利確で取っていけるのかってことがどん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 見えてきますんで、えー、ぜひご参加いただければと思います、えー。今日と明日は35万円でのご案内です。えー、それでは、失礼します。